はい、BGB の IM101 ですね、サッカーのイマキュレートグループブレイクです。今14時45分になったところですね。これ通算7回目のイマキュレです。新しいイマキュレ7回目ということです。はい、じゃあ、18スポットのドラフト形式で先に抽選してドラフト順位決めてから開封です。サイコロ2つ振って足した合計をランダマイズします。1と1の2は振り直しいきます。はい、はい、44の8回ですね。はい、じゃあ行きます。8回抽選。1 2 3 4 5 6 7で次8回目、せーのポチ。はい、8回目ですね。はい、ドラフト1位は MIZ さん。はい、ドラフト1位は MIZ さん、おめでとうございます。はい、BGB のイマキュレ101回目ドラフト1位は MIZ さん、おめでとうございます。ドラフト2位がマットさん、ドラフト3位が TSK さん、ドラフト4位が ATO さん、ドラフト5位が ET ユナイテッドさん、6位ドラさん、7位がアンニュイさん、8位が K39 さん、9位がホッシーさん、10位がダイさん、11位キラトラさん、12位ナッカーゾーさん、ナッカーゼットさんですね。13位が NOG さん、14位マットさん、15位16位がマヤさん、17位が ET ユナイテッドさん、18位がショーフさんとなります。はい、こちら7ケース目ですね。あともう1回やって、ちょっと中休憩的な、他のね発送作業等もしないといけない。で、画像アップもう急いでしないといけないので、ちょっとそちらの方をさせていただきます。8回分あるんで相当時間はかかるかなと思います。開封より終わった後のが店長大変だといつも、はい、言っております。終わった後のが大変です。バッジがね出ますね。まあ少ないんですけどね。よいしょ。あとは10シリ系来るといいバッジがね、まあ大体ですけどね、入ってることが多いかなと。結構ふんだんに入れてますね、パニーさんもね。はい、じゃあねテープ切ります。じゃあ BGB の101ですね、通算7回目です。よろしくお願いします。はい、まずサウルさん27の65、アトレティコですね。おお、これはブーツだ。
やっぱいい部分空いてますね。2の10。カイトですね。オランダのカイト。文字んとこ。なんとかアディ。違うか。いや、違うでしょうね。アディダスなのかな。ちょっとわかんないです。アディダスだ。なんとかアディなのかな。オランダのあるのかな。どうでしょうね。はい。場所がいいですね。やっぱ全然いいです。前回靴でも普通にね、なんか、うん。合皮生地、ツーカラーとか。そんなんばっかでしたけどね。はい。ザーデスさん。おーおーおー、場所がなんか面白いぞ。ひエドリアン・ラムスのパッチアウトなんですけど。ひどこでしょうね。名前ラモス。ちょっとわかりませんね。はい。ヒーヒーパッチです。お、モダンマークス、ここでトレゼゲットです。21-99。トレゼゲット来ました。ね、いいっすね。はい。もう店長は一生トレゼゲットって言います。おお、ここでヒストリカルのロッシ。イタリアのロッシ。23-25。やっぱ収まってますね。トレゼゲもさっきのカードも収まってます。ね。カードのダメージもまあ最低限ですよね。はい。これを送ってると大変ですからね。はい。よいしょ。レビックさん。クロアチア。12-65。で、次はベラッティ、14-99。で、ヘンリックスのパッチですね。これは1かな。30-40です。やっぱ50以下だと結構いいパッチ入ってますね。まあ、場所がね、特定できるパッチというのはいいことです。で、イスコ。はい。で、メキシコ来た。っていうことはこの下ですね。はい。誰でしょうか。まずこちらはカンポス。4750。で、最後。せーの。メッシメッシのダブルパッチオート。11-15。やっぱ、あれですね。上位陣はもう15枚スタート。っていう感じなんでしょうかね。メッシのダブルパッチオートです。はい。あとでマグホに入れてきます。で、3箱目。お、ルーキー、サンチョだ。2-65。これは、いいですよ。まあ、最低50以上はつくでしょうね。はい、まずサンチョ。100ついてもおかしくないんじゃないかな。まあ、これから出るプロダクトによりますけどね。当分出ないって話ですけどね。で、コーマーの21-25。はい。で、6ペン。7-99。はい。で、レデンプション初めてですね。これか。ルーキーオートですね。はい。ニクラス・スールツの違うかな。ルーキーオートグラフ。はい。さっきね、前の前ぐらいでティモシー・ウェア、普通のオートルーキーですけど、それと同じシリーズですね。はい。上なんですね。選手的にどうなんでしょうね。はい。で、真ん中でモダンマークスです。誰？コンテだ。おー。ユーベの現役時代、コンテ。これ通常で20ですね。ショートプリント枠かな？どうなんだろう。4-20。で、一番下からもプールが出ると。16-99。はい。で、三つ目じゃなくて四つ目ですね。
はい、イスコのベース3665。で、ハメスの9199ですね。で、コケのパッチです。20枚限定、ブロンズで20枚ですね。ちょっと少なめ。17-20。はい。で、ブーツシグネチャーですね。キミヒ3850。これ、なんかね、さっき出たやつと似たような、ちょっとデコボコしたところ。で、アメリカの、デンプシーですね。プレミアムパッチオートですね。24-50。で、一番下、10シリパッチオートのファンペルシーです。はい、10枚限定6番。しかもこれペルシーの P ですね。これ多分ね。ね。はい。場所がね、やっぱ10シリだと特定できる場所が結構入ってます。はい、ベースはカンテ3865。はい。やっぱ前回の今くれとベースのメンバーもね、結構違いますね。3499のミューラー。で、カイト3775。で、またブーツですね、これね。45-60。ティモ・ワーナー。はい。おークリホビアクですごい、パリ・サンジェルってとこです。やっぱ10枚限定です。10枚限定来ると結構ロゴ系、タグ系、来ますね、ワッペン系。1-10。ね。で、一番下を、また、ダビド・ミラ。25-25です。ナショトレ風。パッチオート。ですね。スペリオール・パッチオート。かな？はい。で、6箱目。はい、このケース、メッシのダブルパッチオート出てます。よいしょ。はい、ベースはルカク6-65。ベルギー。はい、ルカクの6-65。お、これだ。あ、なるほど。ケースそっち、うん、選んでいただいて。カストロ。お、シューズ系か。63-75、これ多いですね。コーチーニョと何？でもすごい部分入ってます。ターミネーターかみたいな。ターミネーターとハニバルかみたいな感じの場所です。はい、ポルトガル。はい。で、ガヤさんね、おなじみですね。11-50。で、パッチオートですね。はい、パコアルカッセル。40-99。で、一番下は、フムルスですね。通常で少ないですね。20-30ですね。バイエル。はい。はい。ということで、このケースはメッシと、なんかいろいろありましたが、ちょっと、とりあえずメッシだけ。はい。やっぱりアベレージはやっぱ高いですね。出やすい感じはします。でパッチの部分も結構場所がいいので、いいんじゃないでしょうか。はい、7回目はメッシュでした。今ホームページで募集中は BGBIM の103となってます。ナンスポカも埋まってますんで、埋まれば、まあ、夜からまたやりたいと思います。はい、じゃあ、ドラフト形式ですので、お客様は、店長がこの後4時ぐらいから、画像アップしますので、そちらをご覧になっていただいて、
ドラフトリストをお送りしていただく形式となっております。わからない方は店長にメールしていただいて大丈夫です。はい、期限は明日夜8時までです。こういう書き方でいいのかなと思ったら書いておいていただければ、はい、ご返信しますので、はい、あとは皆さん大丈夫ですね。おなじみの、はい、ベテランさんばっかりです。はい、メールに、ね、記載していただくことは BGB の番号とハンドルネームだけ忘れなくお願いいたします。会の方で、ちょっとドラフトリストを作るのお手間だなと手間だなと思う方は店長の番号順で同じぐらいかなと思ったら店長の番号順でと書いていただければ、一番若い番号をお客様の時に、取るようにします。残り物の中でね。はい、じゃあですね、 BGB の IM101 通算7回目のグループブレイク、これで終わります。はい、ありがとうございました。